ここんにちはこんににちちはは12、えー、星座の成長ストーリーについてお話ししているんですが前回の双子座から今回は蟹座についてお話ししていこうと思います。真先生蟹座のお話をしていただけますかはいあの前回のね双子座はねあの外の世界 があるってね、分かってこうう、うろつき回ってる、うん、好奇心でうろつき回ってるって話をしたんですけれども、あのね、自分と外の世界があるっていうのをこう、まあ、知って、パニザの段階になると、私の帰る家はどこって <laughs> なるんですよね <laughs>。動き回って外に行って、うんうん、あれ、帰ると場所は、あれ、うん、私を待っていてくれる家族は？ どこみたいな。<laughs> うん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 そういう成長段階なんですよねうん,うんそうかそうか、うん、そうよね動き回っちゃった後ずーっと動き続けてたらねうんそうかじゃあえー、っと好奇心で動き回った後じゃあお家に帰る、うん、ってお家に帰かお家に帰るっていうか安心安全な場があることを知るっていう感じかな、うん そうなんですよ。あの,なのでなんか子供ってね遊びにこう熱中したりとかしててねで、ふ,ふと、ね、気が付いてお母さんとかの姿がなかったりすると急に一気に不安になったりとかするじゃない、うん、子供ってそういう感じで、ね、すごくこう好奇心持って楽しんではこんな外の世界面白いんだみたいな。ってことはつまり自分とは違う、ね、外の世界があるんだよねってふたごとで気がついて。うんうん でそれでふと我に帰るっていうか <laughs>、うん、やっぱり自分の居場所ね帰る場所があって、うん、ほっとする場所があってねお母さんとか、ねうん、こうご飯作って待っててくれたりとかしてたらすごくこう安心感があったと思うんだよね。うんうんうん。うん、あのー、動き回って好奇心で。 エネルギーをこう、ね、外に向けなんか自分以外のものがあるっていうのが双子座だったじゃないですか、うん、そうするとやっぱりエネルギーすごく消耗もするだろうしずっとやっぱりどうって動いてる方だと疲れちゃうし壊れちゃうと思うのでやっぱりそうするとちょっとねチャージ休憩するっていうかね、うん、落ち着く場も必要っていうのがそれを知るのがカニ座ってことですよねそうなんですよね。 うん、そうでしかもねあの私1人が好きなんでっていう風に思う人も多いと思うんですけど1人はもちろん落ち着くんですけどでも、まあ、そもそもベースとしては家族ファミリーがいてみたいなのがあってあった上での1人だったらいいかなと思うんですけど <laughs> 完全に1人とかじゃなくてね。この成長ストーリーで言うと赤ちゃんからまだなんだろう、うん、さっきの。 前回の双子座でこれ何だマンの23歳の頃<おら> <laughs> でカニ座っていうのはやっぱりどうだろう45歳,、まあ、歳っていうかねそうだね小学校に入る前ぐらいって思うとご飯自分で作れるかっていうと作れなかったり作れないしねえお家自分で確保できるわけがなくてそうそうやっぱり、ねね、こう守ってくれる存在が、うん、いてこそなんですよねだからその、うん お牛座で五感が分かるようになって、うん、で体があるってことが分かるとお腹もすくだろうし寝ないとね成長できないからっていうとやっぱりお家が必要でそ<う>ご飯作ってくれる人が必要で,必要で、ね、って思うとやっぱりその好奇心ですごくガーって動けるようになって他者もあって,ってでもその後わ分かることっていうのはチャージができること。 安安心安全ススペースが必要なこと、うん、そういやいや、面白い。そりゃそうだっていう話なで <laughs> そりゃそうだ。<laughs> でもね、ね私たちもその、ずっと動き続けなきゃいけないって勘違いしそうですけど、うん、ずっと動いてたらオーバーヒートしちゃうんでね。そう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 。っていうところで、やっぱり三大ヒーリングストーンのラリマーっていうお石しがなんかぴったりなのかなって思ったんですけど、うん、お水のグループのラリマーっていうお石しなんですが、うんあの 需要休息。忙しい人こそ、ちゃんと休んでオン・オフ切り替えをしましょうみたいなのをサポートしてくれる。おいしいなんですよね。うん、だからその双子座で好奇心があって、うん、わーって言ってても、こういう時間がね、ちゃんとないといけないって分かるのが蟹座もう一個大人になったってか、成長した状態ですよね。そう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 。 でもう一個、あのー、双子座で自分と人、違う人たちもいるとかね、うん、あとコミュニケーションを取っていくことも覚えてくると、やっとやっちゃいけないこと、うん、好奇心だけで突っ走れなくなると、ストレスが出るじゃないですか。人間としてはやっぱり成長もしていかなきゃいけないんですけど、ストレスもかかるので、それを流してくれるのが、おいしい、アベンチュリーって美味いうおいしだって言われてたりしております。 でまあ、お水のグループの石はねやっぱり代表だと自分に愛を注ぐ愛、こんなのが,、えー、とがん動き出したあとはやっぱりチャージで緊張感もね、うん、ほぐしておかないとだめなのかななんてお話聞いてて思ったんですけどそうです、ね、だから本当にやりたいのにやる気が出ないとかさ、うん、そういう時ってやって、か蟹座のテーマ ちょっととと意識向けていいいただくといいかなと思うんですよね。の好奇心でその動くのはすごくいいけど、うん、疲れてたら、うん、あとなんだろうエネルギーが消耗しすぎてると動けないっていうね。うん、そうそうでねやっぱあとその見守ってくれてるとかさ心がつながっている家族とか仲間がいると、うんうん、やっぱ心が 安心するよねやっぱ自分一人で頑張らないととか思ってるときっていくら自分の家で、ね、のんびりしようと思っても常にどっか、ね、じ自分だけしか信じられないみたいな感じになっちゃうと <laughs> 周りは敵みたいになってちゃう周りは敵にもだ <laughs> 誰も信用できないみたいな感じだともうなかなか休まらないよねつ常にねあのせ戦闘状態い,いつ戦闘状態にな,なってもいいみたいな。な、うんか <laughs> ずっと交感神経優位みたいな感じになっちゃうからそんな時にはあのお水のエネルギーの牛たちは、うん、いいんじゃないかなって思いました、はい、すごいねだんだんと大人になってきておりますだんだんと成長してきましたねうん、うん、じゃあカニ座の次は何座になりますかねカニ座の次はですねしし座に なりますね。なんか燃える感じですね。燃える感じがやってきそうですね。<laughs> <laughs> じゃあ次はええー、と獅子座のお話になりますね。はい、じゃあまた楽しみにしていてください。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。<ー>失礼します。